緊張の一瞬です。体制完了。スタートしました。先行争い、さあ何がいきますか。うちの方からスーッとオンプシェル出てまいります。ビールシンパシー、サウンドビバーチェル、スタニンノーズ、アーハー、ライズ、折り合いがついていないか。マスクコピーはリアスプライド、そしてテンパッピーローズ、ラミューズ、ルージュリマージュ、ウンプライル、ライラック、モリアーナ、一番後ろからヒカウリング、こういった体制です。各ジョッキーの意地のぶつかり合い、熱いレースが期待できるでしょう。さあもう一度先頭から見てみましょう。現在先頭はオンプシェル、ビールシンパシー、サウンドビバーチェ、スタニングノーズ、アーハー。さあ3コーナーを過ぎ、先頭が突き放しにかかります。大木焼の向こうを通り過ぎていきます。依然として先頭はオンプシェル、リードは3馬身、これを追って2番手にビールシンパシー。各馬牽制し合っているのか。ルージュリマージュ早くも上がっていきます。オンプシェル4コーナーを先頭で駆け抜けます。ビールシンパシー上がってきている。内から必死に、サウンドビバーチェ、スタニングノーズ、追走、アーハー上がってきている。リアスプライド、追走、ウンプライル、苦しい体勢。外からはライズ、ライラック、あたりも来ている。ポンプシェル、わずかにリード。続いてビールシンパシー、単独先頭。続いてビールシンパシー、ママの真ん中を通って、ナミュール、ナミュール、あっという間にかわして先頭。固まったまま今ゴールイン、ナミュール、スタニングローゼ、ウンブライル。3頭体勢微妙です。勝ちタイムは1分32秒7。際どい勝負になりました。緊張の一瞬です。体制完了。ゲートが開きました。先行争い、さて何が行くのでしょうか。うちの方からスーッとオンプシェル出てまいります。ビールシンパシー、スタニングローズ、サウンドビバーチェ、アーハー、マスクコピーはテンパッピーローズ、そしてライズ、リアスプライド、ライラック、ウンプライル、ナミュール、ヒカウリング、ルージュミナージュ、モリアーナと続きます。先頭からしんがりまではおよそ10馬身。本日のドリームレース、私自身も非常に興奮しながら実況しております。さあ先頭はどうなっているでしょう。先頭は依然オンプシェル、レースを引っ張ります。サウンドビバーチェ、ビールシンパシー、スタニングローズ。さあ3、4コーナー中間、後続を引き剥がしにかかります。依然として先頭はオンプシェル、リードは4馬身、これを追って2番手にサウンドビバーチェ、ナミュール、動いた、ルージュリナージュ、差を詰めてきた。各馬第4コーナーを回って直線コースに向いてくる。サウンドビバーチェ上がってきている。ビールシンパシー、追走、スタニングローズ、現在4番手、アーハー、追走、外からテンパッピーローズ、リアスプライド、あたりも来ている。ライズ、追走、ライラック、あたりも来ている。単独先頭、続いてマスクポディーバ、先頭はポンプシェル、ウンブライル、上がってきている。一頭抜け出した。マスクポディーバ、マスクポディーバ、マスクポディーバ、3馬身つけてゴールイン。勝ったのはマスクポディーバ、2着にはウンブライル、そして3着にビールシンパシー。勝ちタイムは1分33秒3。勝ったのはマスクポディーバ。緊張の一瞬です。体制完了。スタートしました。先行争い、まず何が行くのでしょうか。オンプシェル先頭を伺います。ビールシンパシー、折り合いがついていないか。スタニングローズ、サウンドビバーチェ、アーハー、この3頭、マスクポディーバ、リアスプライド、テンパッピーローズ、ライズ、ライラック、ルージュミナージュ、そしてウンプライル、ナミュール、ヒカウリング、モリアーナ、この2頭。先頭からしんがりまではおよそ15馬身。このレース個人的に注目している馬はライラック。さあもう一度先頭から見てみましょう。先頭は依然
ポンプシェル、レースを引っ張ります。間が空いてビールシンパシー。さあ徐々に後続が差を詰め始めます。さあ向こう上面から各馬3コーナーを回っていきます。依然として先頭はポンプシェル、リードは4馬身、少し離れて2番手にビールシンパシー。追い込み勢はこれで届くのか。ウンライル早くもここで動いた。各馬第4コーナーを回って直線コースに向いてくる。ビールシンパシー、追走スタミンロード、現在3番手。サウンドビバーで上がってきている。残り400を切った。バーバー追走、ビールシンパシー、ここで先頭に立った。ミアスクライド上がってきている。ライド追走、テンパッピーロード、追い下がる。うちビールシンパシー食い下がる。バーバー先頭、2番手はマスクトゲーバ、1頭抜け出した。マスクトゲーバわずかにリード。ライドバーバー上がってきた。マスクトゲーバ先頭でゴールイン。1着マスクトゲーバ、2着入線はライド、3着にはナミュール。勝ちタイムは1分33秒9。勝ったのはマスクトゲーバ。各馬ゲートに収まり、今ゲートが開きました。先行争い、まず何が行くのでしょうか。ポンプシェル先頭を伺います。ビールシンパシー、サウンドビバーテ、そしてスタミンローズ、アーハー。外の方からマスクトビーバ、ウンライル、折り合いがついていないか。ビアスクライド、テンパッピーローズ、ライズ、ライラック、モリアーナ、しっかりと折り合っている。ナミュール、ルージュリバーニ、ヒバンリング。先頭からしんがりまではおよそ10馬身、火花を散らす15頭。鞍上はどういう思いでこのレースに臨んでいるのか。さあ先頭はどうなっているでしょう。先頭は依然ポンプシェル、レースを引っ張ります。さあ徐々に後続が差を詰め始めます。大木役の向こうを通り過ぎていきます。依然として先頭はポンプシェル、リードは5馬身、少し離れて2番手にビールシンパシー。後続はまだ動かないか。ライラック、早くもここで動いた。ポンプシェル4コーナーを先頭で駆け抜けます。サウンドビバーテ、現在2番手。ビールシンパシー、追走スタミンローズ、現在4番手。残り400を切った。バーバー上がってきている。マスクトビーバー追い下がる。ウンライル当たりも来ている。ライラック追い下がる。ナリュール、まだマグンの中。残り200、ポンプシェル単独先頭。2番手のバーバー遥か後方。ミアスクライド伸びてきた。ポンプシェルわずかにリード。2頭並んだところでゴールイン。体勢は微妙です。どちらが勝ったのか微妙です。勝ちタイムは1分36秒6。ゴール前接戦になりました。